はいどうも、武蔵先生です。ということで今回のアロマテラピー検定対策講座はですね、まずはね、精油に関する法律というのをお話していきたいと思います。ちょっとねまた難しいね分野になるんですけれども、これ必ずね試験に出ますので、ここは確実にね覚えるようにしてください。ですね、アロマテラピーに、関わる、ね、法律の中で、精油に関する、ね、法律、これで覚えていただきたいのが、まず一つ目が、ね、薬事法で、二つ目が製造物責任法、これ PL 法とも、ね、言います。 PL 法ってなんか聞いたことあるかもしれないんですけどもね。あと消防法ですね。でこれ一個一個ちょっと、ね、お話していきますね。ここ重要な部分なんで、武蔵先生も、ね、資料を見ながら、ね、お話していきたいと思います。でですね、まずね薬事法ね、薬事法からねいきましょうね。薬事法というのは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造販売などを規制する法律になるんですね。医薬品についてもね、材料とか製造販売について厳しい条件というのがね定められております。これを守って初めて許可、承認が得られるというわけですね。でこれらを、ね、守らず無許可で製造、輸入、小分け、販売、提供することはできません。あとね、で精油の場合はね、日本では雑貨の扱いになるんですね。正確に厳密に言うと製造物責任法上の製造物というのに当たるんですけれども、医薬品ではないまずねということに注意してください。でね、そこで起こりうるそのね薬事法の違反例といたしまして、精油販売とかするときに精油の効能って、例えばこう書いてね、それを表示したり、それを口頭でねお客さんに説明していいのかどうなのか、皆さんどっちだと思いますか？これはね説明とかね表示をしてはいけないんですね。これ薬事法に抵触してしまうんでね、これはねしてはならないんですね。こう学ぶ場においてはね効能作用、精油というのは薬理作用があるんでね、構わないんですけれども、販売する場合に限ってねそれを説明してはいけないんですね。そう、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器と誤解されるような表示や広告、口頭での説明をしてはいけませんというふうになってるんですね。ここに抵触してしまいます。そうね、例えばラベンダーとかありますよね。ラベンダー精油、これ不眠に効きますよとかね言って販売してはいけないんですね。そう、これはですね無承認許可医薬品の販売需要というふうに当たってしまいまして、薬事法第55条違反になるんですね。2年以下の懲役または50万だったかな、100万どっちか忘れちゃったんですけども、それぞれそれぐらいの値段の罰金、もしくはその両方が課せられるというふうにね、なっております。でね、一般の方でフリーマーサイトとかあるでしょ、メルカリとかに代表される、ああいうところでね精油を転売してる方がいるんですよ。それはいいとしてね、その商品の説明欄に精油の効能をバッチリね記載しちゃってる方がいるんですね。知らないでね書いてる、この精油はこういうの効きますよとかね書いちゃってますけれども、これね薬事法違反なんですよね。これ、もしそういう、ね、転売とかされてる方でこの動画をご覧にたまたまね、なられている方、効能書いたら刑法上の処罰を受けますからね、その懲役2年以下かなり重い罰なんで、もしね書いてる方いたら、ね、即刻ね、効能の、ね、表記は削除しましょう。アロマショップ行っても店員さんがこの精油ねこういうの効きますよっていうね言い方は絶対しないんでね、もしあれでしたらねちょっとご自身でショップとかに行ってねお確かめになってみてはいかがでしょうか。でね、アロマテラピーで使用する精油というのはですね、日本では雑貨扱い、ねとなりますと、ですので、そのね先ほど言ったネットショップとかね個人でねやられて、あとはそのフリマサイトで売ったりすることも全然できるんですけれどもね、
えばね、その不調に効果がありますよとかね、そういうふうに書いた時点でアウトになってしまいますのでね。あとですね、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業の許可を受けてないものが業としてね、仕事として製造過去小分けを含む指定をっていうのをね、製造してはいけないというね、なんですね。精油を使って例えば化粧水を作りましたとね、そう、それを勝手に販売するっていうのはいけないんですね。これも無許可製造として薬事法違反になるということなんですよね。そう、許可のない人がその精油でね、何かし何か作ってね、それを売ってはいけないんですね。でこれ例えば化粧水とかを作ってプレゼントする分にはね、何の問題もないのでね、それを例えばね、仕事としてね、売ったりするのはいけないですね。販売とかねしたりするのはいけないということを覚えててくださいね。そう、アロマテラピーはね、今本当ね、自己責任になるんですよね。例えばそのワークショップとかでも、アロマキャンドル作ったり、そのハンドクリームとかリップクリーム作ったり、化粧水とかねを作ったり、まあそういうねワークショップあるかと思うんですけれども、使用に関しては必ず自己責任で行ってもらうということを、そのね、ご理解していただくね、その、ワークショップ利用者とか、例えばそういうのをこうプレゼントしてね、受け取った方にはね、自己責任で行うね、使用するというのをね、必ずお伝えしなければいけないですね。はい、でね、次に製造物責任法をね、PL 法って言うんですけどもね、これの方をちょっとね説明していきたいと思います。まあ、これはね、消費者をね、保護救済するための法律になっておりますね。でね、精油などの製造物が例えば不良品だった場合ね、その精油そのものですとか、その精油を入れている容器なんかにね、何かしら不良があって、その購入者ね、いわゆる消費者の方に何かしらの不利益が生じた場合にね、製造業者とか輸入業者はですね、損害賠償責任を負うことになりますよというね、法律ですね。これはね、製造業者ばかりではなくて、販売者にも適用される場合があるっていうのをね、注意するとね、いうことですね。ですので、例えばその商品に対して、その精油だったら精油なりに、表示とか説明とかね、添付文書なんかに不備とかがあった場合ね、それによって何かしらなんかね、不良品とかがあって利用者購入者に不利益が生じた場合にね、民法上の責任を取られる可能性が生じるということがあるんですね。で、精油は製造物責任法上の製造物に当たるんでね、この法律が適用されるということをね、覚えましょうね。製造物責任法上のね、製造物ね。はい、でね、続きましてね、消防法ですね。これは危険物を安全に貯蔵を取り扱いするための法律ですね。そう、精油というのは揮発性ということをお話ししたと思うんですけれども、で引火性でもあるんです。ですので、個人で保管する場合でも、ショップなどでね、取り扱う場合でもね、一定数以上、一定量以上のね、その精油を保管する場合ね、はね、これで届け出なきゃいけないんですよね。指定数量を超えて大量に保管する場合は、消防法およびその委託を受けた、委任を受けたね、委任を受けた危険物の規制に関する政令により規制を受けるということですね。数百本程度の精油ね、例えば10ミリリットルを基準として数百本程度だったら届けられる必要はないというふうに、ね、なってますのでね。そう、だから本当に、ね、もうそれ以上ものすごい大変、なかなかないですけれどもね、そんなに大量に保存する、例えばその製造工場とか以外ではね、ないかと思うので、問題ないかと思うんですけれども、その消防法のもね、関わってくるというのをね、覚えましょう。ということでね、ちょっと短いんですけれども、ちょっとね、短い動画をちょこちょこ出していく感じにしますので、今回はちょっとね、そのアロマ関連の法律の中でも精油に関する法律というのをやりましてね、で次の回がそのアロマテラピーね、その精油を使っているアロマテラピー全体での法律のお話をしていきますのでね、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。